はい、本日はですね、僕が持っているバッグの中身をご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、いかにも YouTuber らしい企画、僕のバッグの中身誰が興味あるのかわからんけども、ちょっと一回出していきましょうと。僕ファッション系をメインにしてるからね、あんまバッグのこと言うことないんやけども、まあそれでもね、もしかしたら僕が持ってるのって何持ってるんかなってね、知りたい方もいらっしゃるかなと思いましたんで、こちら今回一応バッグを用意させていただきました。僕がね、普段もうガシガシ毎日使っているバッグでございます。ちなみに、まあ今回ご紹介するのは全部下動画説明欄に貼っときますけども、これがね、ブラックエンバーというブランドのバッグになっております。では、なんでね、このバッグを使ってるんかみたいな話をねしながら、いろいろ開けていきたいなと思いますので、本日の流れとしてはですね、僕が毎日愛用しているバッグの中身とかで、どういうものを使ってて、どういう時に使ってるのとかっていうのはね、まあ僕なりにまあ多少こだわりがありますので、その辺をお話ししていこうということで、本日の流れはそんな感じになっております。ではまずは外観から見ていきましょう。こちらブラックエンバーのね、フォージというモデルやったと思います。でこれね、ちょっと気づけてほしいのが、これ同じもん買ったと思ってる方がいらっしゃって、パッて届いたらね、若干違うやつが届いたっていうことで、何っていうとね、僕のタイプってね、これ拡張バージョンできるんですよ。だからこれ今20リットルっていう大きさになってるんですけど、この真ん中のジップをねぐるーっと開けていってあげると、ここがね拡張してね開いていくんですよ。で大きくなるっていうことで、10リットル分ぐらいね、あの容量がさらにでかなるんですよね。でも普段はね、そんなに30リットルもいらんからね、この20リットルのあのコンパクトな方で持ち歩いたりはしてるんですけども、なんか間違えた方もね、この拡張ができひんかったって言ってあったんで、まあそれはちょっと注意かなと思いますが、このバッグ自体がね結構も今人気で、なんかベトナムでね生産してるバッグで、まあバッグといえば結構ベトナムなんですよ。それこそあのミステリーランチっていうバッグとかもね、結構ベトナムで作ってたりするってことで、バッグの工場が多いんですけど、まあそこでも今ねちょっとロックダウンとかで生産が止まってるってことなんで、なかなか今手に入らないらしいんですけど、まあ、これをね僕が採用して使っております。でまあ気になるところで言うたら、この前のところのノースフェイスの温度計かな。このノースフェイスの温度計って別に特にこだわったところじゃないんやけども、でねこれ何つけてるかっていうと、まあ、友達にねいただいてからねつけてるだけで、まあ、これが目印になるじゃないですか。こうカランカランってやったら、あ俺のやつやなってなったりするんで、それつけてるのっていうので、あんま意味ありません。この後ろについてるクリッパー、これよう聞かれるんやけども、僕の視聴者の方だったらねご存知かなと思うんですけども、このクリッパーってねめちゃくちゃ便利なんですよ。でもう僕はね5年ぐらい使ってるんちゃうかな、もうずっと使ってるクリッパーで、よく壊れないんですかって聞かれるんやけど、全く壊れへん。でこれはねもう普通にこういう感じでバッグにかけといて、例えばこういうカフェとか行ってね、地べた置くん嫌やなっていう時はね、こういうどっかにねかけとくんですよ。ほんならこれであの宙に浮いた状態でバッグが持てるということであったりだとか、あとテーブルのねところにもかけれるんですよ。だからどこでもかけれるってことで、これ1個あるだけでもう地べたにね置かんでいいっていうところでね、まあこれはいいと思います。もうすぐ取り外しもできるしね、まあ、こんな、これがクリッパーね。これ確か2000円ぐらいだと思いますけど、これがあると。で次に今まで紹介したことないやつなんですけど、僕の一番手前のところにチップビューってあげるとね、こうなんか浮き上がってるでしょ。これ何浮き上がってんだろうなと思ってパッて取るじゃないですか。これね何かっていうとね、コンビニのねコーヒーとかあるじゃないですか。でそれをねここにさせるんですよね。コンビニのコーヒーでチャリンコの時ってね、片手でこうやって持ち歩かなあかんね、危ないから。ついさっき僕が飲んでたやつあるんですけど、このねゴムのとこにねピューってかけてあるんですよね。ほんならこういう感じでこう自転車のねあのグリップのとこにかけたりもできるし、こういう感じで、ね、持ったりもできるってことで、めちゃくちゃこれ便利なんですよね。これねなんか100均やったかな、なんか忘れたけど、なんかこういうのが、僕は毎日使っております。まあコーヒー毎日飲むからね、コンビニのっていうのを一番手前に入れてって、それ以外やったら、まあ、今の時期アルコールとかね、あとまあティッシュとかもね入れたりはしてますが、まあそんな感じになってますね。まあ、ここ結構仕分け多いからね助かるんですよ。でこれはちなみに全部止水ジップとか、あとそれ以外にはね、まあ完全防水ではないんやけども、そのなんかあの iPhone とかでもね、なんかあの数値あるじゃないですか、防水の数値みたいな、それと同じような感じで数値は一応あります。だから結構な雨でも対応できるんで、いきなりねチャリンコ乗ってて雨降ってきたいう時なんかも使えますね。で次が真ん中のとこガバッて開けていくと、まあ、ここが僕のメインかな。よく使ってる手帳ね、この手帳よく使ってるんやけども、これ何かっていうとね、モレスキンっていう、まあ、手帳でめっちゃ有名な、ね、ブランドがあるんですよ。でこれドイツやったかな、なんか忘れたけど、その手帳を使ってます。まあそれが唯一のこだわりかな。この後ろ側にね、なんかあのメモ帳とかをね入れれるんですよ。このメモ帳をポッて入れたりとかもできるし、なんか手紙とかポッて入れたりできるんやけども、今のところは入っておりません。これ買った時のままやから、なんかモレスキンっていうなんか入ってましたわ。これいらんから捨てる。で僕は一応ハードカバーにねやってます。前以前はねソフトカバーやったんですけど、ソフトのやつ折れるんですよ。で折れてね嫌やったからね、もうハードに変えました。でその次が財布です。財布じゃないね、ペンケースですね。筆箱で、筆箱は普通に色ペン入れてたりだとか、シャーペン入れてたりとかするぐらいかな。まあ、特にこだわりないんやけども、一応スローのね、筆
筆箱です。これ学校の先生になった時に、アパレルの時働いてた同僚の人からねプレゼントしていただいたものになってます。もう結構いい色になってるけどね。このボールペンもねプレゼントしてもらったやつで、どこのブランドやったかな忘れたけど、そんなんいただきましたね。そして僕はボディバッグもねここにポンって入れてます。まあ、普段こんな感じでねポイーンって入れといてパッて出すんですけども、まあ、たまにね急遽ねコンビニ行かなあかんとかね、銀行行かなあかんってなった時はね、もうこの中に財布とか入ってるから、もうこのままポンってかけてね行っちゃうんですよ。で中にはそれこそさっき言ったみたいに銀行のね通帳が入ってたりするし、それ以外にも生体のねカードが入ってますね。で他は財布が入ってて、唇荒れるからねリップとね、あと、まあ、名刺交換する時あるからねカードケースとね、で最後が、ボールペン。今ボールペン持っといた方がいいでしょ。なんかこう書かなあかんとか処理書かなあかんってなった時に、こうみんなが皆さん使ってるやつとかよりもね、もう自分のボールペン使った方がええなと思ったんで、ね、ボールペンは入れてます。でちょっとこう銀行行ったりとか、あとはまあ昼飯の時もこれだけで行ったりするんですけど、それ終わって帰ってきたらまたカバンの中にこうやって入れるという感じですね。で真ん中のところには常時このセットが入ってます。でこのセット何のセットなんかって言われると、まあ、僕 YouTuber なんでね、まあ、機械系です言ったら。例えば急遽充電がなくなったりしたら、これでねモバイルバッテリーで充電したりするっていうのもあるし、でコンセントがいるっていう時もあったりするんです。このコンセント入ってたりだとか、あとこれがね GoPro のレンズ入れてます。 GoPro のレンズがねもしかしたらいるってなったりする時もあったりするんで、割れたりしたらね替えいるんでね、まあ、これは常に入ってるっていかにもこう YouTuber らしいですけどね。まあ、これがそんな感じで、こっちの方はねどこでもかしこでもねデータをバックアップしたりしやなあかんのですよ。それ用にねこういうなんていうのな、いろんなガジェットを入れてます。例えば電源のやつもあるし、それ以外にやったら SD カードの転送するやつ回もあったりするし、それ以外にやったらこれは何かの充電器ですね。だいたい先っちょって3つぐらいしかないんで、もうその充電器を全部ここに用意してるという感じなんで、例えばデータ移さなあかんってなったりしたらこれ出せばデータ移せるし、充電なくなったって言われたらこっち側で充電やるやつもあるし、まあ、僕の Mac ね去年のやつやからね、この USB とかの変換のやつとかも行ったりするんですよ。でそんなん用意したりしてるということで、まあ、これは頑丈なケースなんです。これやったらねどんな衝撃あっても大丈夫やからこれを採用します。で普段は一番この奥のとこにパソコン入れてます。でこのパソコンは16インチ僕使ってるんですけど全然入りますね。パソコンの16インチスポーンって入れて使っております。でこのリュックのね最大のいいところ、何がめっちゃいいかって言ったらね、ブラックエンバーっていうこのブランド自体がそうやねんけども、こう背負うじゃないですか。で背負ってどうしてもねこの状態だったら何とも今まで思わなかったですよ。でもこれ使い出してからこの状態めっちゃ疲れるんですよ。で何を使うかって言ったらね、この前のねこの金具パッチンがあるんですよ。でこの金具パッチンしちゃったらねめちゃくちゃホールドされるんですよ。だからチャリンコ乗ってる時でも全く揺れへんしね、歩いとってもね全くこうがっちりこうなんていうのかな、掴んでくれてる感じがあるんですよ。でしかもこれがマグネット式やからすぐパチンって外せるし、近づけたらねパチンってひっつくんですよ。でよくアウトドアのやつがやったらこう差し込むやつあるじゃないですか。差し込んだりとかするのってね、あれ僕嫌な経験あるのが指挟むんですよ。で指挟んでねなんか血出てきたりするの嫌な思い出やったんですけど、これもうそんなこと全然ないからね、マグネットやからね指挟むこともないし、でしかもなんかホールドされるから自転車乗ってても全然安心するし、バイクとか乗っててももうしっかりこうガッてこうひっついてくれてる。これが女子やったらもっといいねんけどなと、女子がこうギュッてひっついてくれたらもっといいねんけどなと思うけど、まあまあブラックエンバーでまあまあ勘弁しようかみたいな感じでね、これをよく僕は使ってる。だから最初はねいろんなもん入れたりとかいろんなことしてたんやけど、やっぱり必要な分だけにねどんどん研ぎ澄まされていて、残ったのが今これなんですよ。余計なもん入れとったら毎日重いしね、やけど必要なもんってあるから、ね、まあガジェット系はねもしかしたら YouTuber しかいらんかもしれんけども、まあこういったクリッパとかもそうやし、あと最初に言ったコンビニのねドリンクホルダーなんかめちゃくちゃこれ使えるから、こんなんはねあってもいいんかなと思います。で例えばねちょっと出かけるってなったらこのリュックで、重すぎるってなったらこれぐらいのねボディバッグなんか、これえらいボディバッグやな、どこのボディバッグやろ、あ俺作ったやつやったわということでね、まあ、こんなん持ってちょっと出かけるっていうのもありかなと思いますので、まあ、これが僕が使ってるバッグですね。まあ防水やからね、そのさっきの中革もありましたよね。でパソコンも入れたりするっていうことやねんけども、まあ雨に濡れてもねこのバッグやったら大丈夫っていうのが安心して持てるので、まあ、特に精密機械とかね持ちある方はねこのバッグいいかなと思います。まあただもうないけどね今ね。はい、ということで、まあ、ちょっとどこに需要があったか分かりませんけども、本日はですね僕の、バッグの中身を紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。